めえ。甘みが今出てきた。前田です。アウンの松本です。今日もよろしくお願いします。癒されるでしょう。はい。今日ね、まあ犬もね癒されるんですけど、カンザラが入ったんですよ。これからサワラが美味しくなる季節。今日ねサワラをさばいていきますんで、よろしくお願いします。はい、それではね、もうパンパンですよ。まだねこれからどん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 太くなりますけどね、まずはね鮮度がいいやつ。今日ね福岡釣り。はい、それではね軽くね鱗を当たっていきます。身に、ね、傷がつかないように優しくいきましょう。それでは頭落としていきます。こんな感じですね。開けないように、腹割れないようにこう引っ張っていきます。この血合いをですね、この時点で取ると楽です。包丁でね、まあね、ゴシゴシやるとですね、身割れしちゃうんで、こんな感じでね包丁である程度血合いを取っていきます。はい、ではそれでは下ろしていきます。覗かないようにね、これでもう入ってますから、向こう側に骨で感じる。見張りしないように、よいしょ、こんな感じ。この包丁見えますからね、こんな感じ、透けて見えるぐらい。はい、じゃあそれではね腹を描いていきましょう。まあそうだな、鮮度はいいよ。これをね、お刺身と炙りで食べましょう。ではこちらをね、炙っていこうかな。それでは炙っていきましょう。はい、では皮目炙ったらですね、このまま冷凍庫でちょっと冷やしていきます。はい、それではね、皮を引いていきましょう。はい、それでは完成しました。サワラのお刺身、そしてたたきです。うまそう。はい、サワラできましたよ。うまそうっすよね。じゃあそれでは早速いただきます。うまそうっすよね。
じゃあそれでは初物いただきます。あぶね、食われるとこだった。うめー、とろけますね。おー、甘みが今出てきた。これであいつがうまいっすよ。それではこれでしょ、合わせね。乾杯。乾杯。うめー。それではね、今度叩きいただきます。いただきます。うん、いやうまいっすね、香ばしくて。またこれね、最後合わせていきますね。皆さん、かんざらお店でも出してますんで楽しんでいきましょう。乾杯。お疲れさん、よく耐えたね。